はい、では行きます。準決勝第2試合、先に決勝進出を敗者復活から決めたのは、カリンジュ・ハーケン・ハセチーム。それに対して勝ちトーナメント決勝進出をかけて戦いますのは、 1P 側が、中村メディア・タカスレイヤー・投げファーストチーム、 2P 側がコスタレオ・アゼスケメイ・エンドチップチームです。ほんとすまん。いや、俺もそういう名前にせよかったな。ほんとすまん、やばい。コッサさんと電車とかに乗ったら、ほんとすまんさんって言われたくない。あ、謝りながらあの人会話してるなみたいな。すまんな、えんやねの精神が、なんじゃのやつですごい好きです。よし、平和系のやつはすごい好きです。すまんなチャンスが面白すぎて、やばい。サバンナチャンスはあんま好きじゃないですけど、すまんなチャンスは正直俺の中でかなり熱いです。すまんなチャンスはホッサさんの時使っていきたいですね。謝れ謝れつ。さあ、まずはタカラッシュに対してすまんなチャンス、お気攻めしてすまんな、プラス1フレームですまんなみたいな。お前配してすまんなつ。やばいやばい、すまんなチャンスやべ、強すぎてすまん。大乱さあ、敗者者、ここは引き寄せ、持続が長い。あ、近いが蹴り上げていく、バースト使ってジャンプにタカラッシュしたい。ブリッツが一緒に来れたか、あーっと空振ってすまんな、カウンターヒットじゃないんやで、にっこりみたいなね。チャイス、ぶち上げる、タッチピンうまい、パイマンか、画面足追い込んで、あーっとさっとね、アイゼン怖いですから攻めあぐねちゃいますよね。うまく回避した、ジャンハイサライシャカ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 、あっとここは投げていく、腕吸血、マッパンチ、腕吸血からのマッパンチからの細いのパイマンか、ラストアタック、チームメイトに一言すまんな。えんやで、まだ1ラウンドあります。あと配差書1、2の3、はい、いや、人間とりあえず謝っとくっていうのは安定行動ではありますからね。ジャンケー持続が長い、まあ、ただやりすぎると図に乗らせてしまう可能性があるっていうの。さあ、投げていく、画面中央、前 P がヒット、タクロッシュが画面足、あとは行くだけ、うわー投げが抜けた、タッチピン1、2のステップアングル、どっちだどっちとか関係ないな、これもう。スマイト、あーめくってきた、どうする、ここでゲージの 25% ブリッツか、いやーしゃがみブリッツじゃねえや、立ちブリッツにしてしゃがみエースが刺さっています。あーやばい、いやしかし距離が遠い、いい判断だった、前に出た、空中上げ、あー空中上げできない、キングス置いて、ここは前に行く、下手にね空中ハイスラッシュが漏れてしまいますと着地までねほぼほぼ受け身じゃない、行動不能ですからね。傍直に見えてサジに抜け目ない男だ、押村君はその気持ちが私をロープ。 Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhem? 元ネタってとこにないでしょ、あれ謝るのって特に元ネタとかないでしょ、変なのだったら嫌なんだけど、まあ大丈夫だろ。さあ行きましょう、タカ・スレイヤー対アゼスケ・メイ。うわすごい目が来た、普段ハセさんとやってはいるもののハセさんとはちょっとタイプが違うかなという。へえ、人に歴史あり。名前に歴史があるとは。パイマンが引っ込めた、お前にこの手は早いといったところか、シュッシュッシュッとゲージを止めて、ハイサッシュ、このハイサッシュがね持続長くてスリーはめんどくさいんですよ。めっちゃ 2P コン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 、ここかなここかなみたいな手探りに進む。そうですね、後ろ足も叩いて渡ろうという。
さあジャンリーからホイホイ、まあそういうあれじゃないけどね、国際表裏か足払いからそうタカラッシュと言われるこのタカさんの猛ラッシュ、もうこれに負けてないですね、アゼスケさん。ジャンピー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 ボールーナイスサッカーボールやべえボールは生きているって言いそうになった瞬間で蹴り上げてきましたね、ボールね。まさかのフリーキックか。アッパーチシュッシュッシュッておなんだ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 マジピー、まあ、もうイルカを止めたいかというところ。うわーボール持ってエンゲス、さあ殴り合いがアゼスケさんとにかくうまい、うますぎる。いや、やっぱりあなんかすごい試合でしたね昔はねバックファイヤーやばかったんだけど今だいぶ抑えられましたね。あれあれぐるぐる回してるだけピヨって死ぬとかさ、なんだよこれってのありましたね。ダメージいくつあれ、え、いや昔のバックファイヤー 210? やべえだろ本当？え、そんなにないだろ、それやばくない？直下ダブルあった、あったあったあった、スレイヤー AC のブックありましたよ。え、お、さあマッチです。あったあったあった160だな。さあ なるほどに、ね、やばいな、210嘘だって、160だってAC で。さあマイケーからキングス拾ってちなみにあのレオのスタイルバービルは150だっけ。スケッツアングレッド、ここはしっかりさしていく。さあ第2ラウンド、ここバックステップうまい、本当にうまいですね。返してイルカさん、スタイルバイビー130だ、ごめん全然嘘だ、150じゃねえわ、それはやべえな。ちゃんと使ってなきゃダメージ覚えてるんですかね、使わなくなった途端にも抜け出します。あー 2P ダメ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 、全然ダメだよそんな 2P って感じでバチンと当たりましたね。 2P にはこれみたいなダストアタックでしたね。ピシ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 っつってうひゃーアズスケさんの止まらない EP が大好きですいや強いだ、バックスでまず強いじゃんメインって。さあバックスでやだな、遅めに技重ねようかなーっていうの 2P がさすがに。さあランクアウトマッチでしたが、ここは落ちてしまう。さあ中村ミリア対エンドチップ、ユーティギアイグザードサインでのまとめ動画ではなんかすごい動画が上がってましたが、どうなるか、そして成功率1割のあの必殺技は炸裂するのか注目して見ていきたいところです。なんだなんだこの2人マジでドラゴンボールだ。スピーテイン、いやー動画で見たことある、景色は少し明るくなっていますが、ジャンプディーにバースト、めっちゃ走る、速いベータブレード、見てみて本当に面白いのは遠藤さんでしたここ返す、まあ、ボルカニックワイパーとかの昇竜拳系であのブリッツは返せるかといったらそういうわけではないんですが、あー当たってしまった、2杯2杯前杯アルファからのこれ、これか、
ちょっと難しく一歩です。あれでひょー、ひょー、あーとは書いてありましたね。あれそこでひょうりたくをかけるっていうのが、遠藤スペシャルらしいです。あーちょっと難しい。前、あー、2杯皿。これはお互いの意地がぶつかっている。どうするどうするどうするどっちだ。あー、前ジャンプ引っかかった。いや、まだ生きていそうだが。デーパー、飛ばして。パリが刺さるかー。どっち、勝ってそう。めっちゃリピーだ。タスピッツ、コンパンが強いからサンフレ耐久パンチからの目見えない。遠藤さんの本当にドリキャンは見えません。ヘイヘイカモンって聞こえ言ってるように、でけえ好きだぜと言ってるんですよね。スタート、じゃあジャンディ S、2S、金 S、金 S、つながってないが多いし、リピで止める。さあ、ここはジャンピー、金 S、立ち返したら足回りがタタタタタンと。早いブリッジ取ってベータブレード、素晴らしい。前 B からの空中投げからのあちょっとダメ、2P 止めた。ジャンピーから空中投げ、まさか、あ普通にいった。そのまま押した。勝ったのはエンドチップ、なんかとにかくすごい。いやこれ大会ですからね。大会それの動きができちゃうのはやばいですね。さあ準備運動をしてと、さあ思った以上に白熱した試合が続きまして、決勝戦が10時回ってしまいそうですが、よろしくお願いいたします。さあ大将戦、投げファンスト対エンドシップ。うわー、こういう細かいところすごいしっかりしてるんですよね。ちなみにあのファーストはね、この足寿司をしゃがみ歩きで送られてしまう。うわ乗った。そういったところも固めを考えて振っていかないとっていうところですね。さあ速さ、はい前、はいすらドリル刺さって、見えない、全く見えない。シミファーストがいるが、今度位置を入れ替える。どっちだマジ。さあここはファースト重ねるの難しい。足払い動きたくなるところ、チップはちょっとあの起き上がりがね、仰向けでうつ伏せちゃうので多分ちょっと遅い方だ。縦から止めなかった感じですよね。マジで見えないですね。遠藤さんロリキャン奥さんがマジヤバいっす。回転マイピーが伸びてきた。ここで一気に体力置き攻め3回分ぐらいは取っていった感じでしたね。毒を合わさり大ダメージ画面足バースト使うが、あ危ない危ない、あシャムリーここ発生遅くなって、どっちか投げている。これがあの間に合ったか、バーストアタック続いてくると、連打なのか、落として張り付かないが、ここでダスト黄色キャンセル、投げを組める。あ、おいしそうなのを拾って出した。めっちゃ長いやつね、あれね。ダメブリッツ、実はダメじゃないんですね。まあ、初中継者大会とかそういったまではダメですよ。自己責任で。はい、なんか効かないっす。あ、キックは効かない。キックまずい。じゃあ、アダム行ってこい。いやいや、まあそこは喧嘩しなきゃいいんだ、喧嘩しなきゃ楽しきゃいいんだよ。さあ試合はですね、バーストが T 一文字、OK。 あ、抜けてたな、ダメ。あ、ダメ抜けてたの。まあ、OKOK、OK、OK、じゃあ、一回テストをして、
遠藤さんが、倒される前にバーストをまず使用して T の文字まで回復するまで待った方がいいんじゃないですかね。ん S も外れそうになってた。最初にでもいい。あ、お互いがいいならいいですよ。さあ再試合ということで、今の試合は何もなかった。いいね。大将戦だよね。まあ遠藤さんの言ってた成功率1割っていうのはその低空竜柳なんですけども、あれで表裏拓をかけれるというものなんですね。クソむずいらしいです。さあメンテナンス入って、ここのマイケーに対してマイピーが出ていて、先ほどの試合と同じように返していきますが、テイクアルファか、いいね。ここは強気に技振っていく。2敗すらタッチ P、 2敗すらの後 P テイン、フレーム的には少しばかりダッシュすると不利になっちゃいますよね。そこでしっかり最速の技で、あっ、当たったんじゃないか。あっ、まだ早いですよ、まだ早いです、早いです、立っちゃダメです。やばい、これは、うわー、やず、この遠距離戦ヒールキャンセル、あー、普通に刺さって打ち上げて落として、まず一本選手は投げファースト。足早から、あれが裏か、そして割り込みに対してテイクアルファ、ガードされても反撃が難しいですね。あー、ここは着地、投げが間に合わず、おっと、経験差で少し様子見、先ほどのベータブレードを見ての、重なってない、今日1回も重なってないです、キャラクターの起き上がり時間がそれぞれ、やばい、当たりそう、ジャネイクから MS 立ち配、これがバージョンアップで当たるようになったんですが、ジャンハイ、相手のゲージを、うまっ。素晴らしい判断でしたね、今の。ヒット数稼ぎすぎてしまいますとできないというか、そうなので、さあ2敗すらそのままいきました。さあダッシュ投げ、足割りで団子取って表直線ガード、前系、ここに前 B がしっかり出ている。さあアイテムをここで回転率上げてくる形になります。燃やされてジャンプハイサッシュ、アルファからエンエスロマンキャンセル、足払いファースト対策しつつバックステップ、アルファ当たるがチビがいる。ここはロマンキャンセルしても着手硬直は消えずか、勝ったのはですよね、ジャンプ D の硬直がありましたね。勝ったのは投げさんのファーストになります。見ようともしていない。というわけで、じゃあちょっと、遅くなってしまいましたが、決勝戦を行きたいと思います。中村高投チームは連戦となってしまうのですが、カリンチハーケン長谷チームと A 番台でお願いいたします。Versus Soul. Get them to run.